おめでとうございます。元気な赤ちゃんですよ。よく頑張ったな。じゃあ早速出生届を出しに行くとするか。新聞でーす。開けてくださいよ。恐怖新聞の配達でーす。開けてくださいよ。恐怖新聞でーす。開けるんだよ。開けろ。どうして今日は逆らうんだ。どうしても開けないつもりか。そうか、どうしても開けないならこうだ。
何？恐怖新聞がないだと。おー、そうかそうか。恐怖新聞の存在を信じないか。よく言ったな。よーし、それじゃあこれをよく読め。こんにちは。どうして知っているんです？恐怖新聞。そうですか。恐怖新聞に僕が載っていたんですね。それで恐怖新聞にはなんて。そうですか。いいんですよ。僕はもうどうなっても。実は僕も恐怖新聞に取り憑かれていて、その度に命が削り取られていって、もう先は長くなさそうです。恐怖新聞は毎日毎日配達されてくる。昨日はなぜか来なかったけど、でも結局僕は事故で死ぬのか。昨日配達されていたらここへは来なかったのに。もう嫌だ。いっそのこと早く楽になりたいよ。そうですか。あなたのところに恐怖新聞が。だったらこれも何かの縁ですね。お願いです、僕を楽にしてください。頭蓋骨の中に血腫ができている。頭蓋骨を開くしかあるまい。おい、ドリル。はい、先生。状態が安定したので、ICU から個室に移します。心臓モニターももういいわ。はい。じゃあ、ストレッチャーに移すわよ。さあ、個室に着きましたよ。それにしても、こんな小さな体でよくあんな大手術に耐えられたわね。そうね。
先生も感心してたわ。どうしたの？ちょっとしっかりして。先生、先生。おはようございます。朝ですよ。見ないのかい？お前のことが載っているかもしれないぜ。新聞を俺が届けてやる。そしてその度に命が100日ずつ縮まっていくのだ。紹介さ。俺様は霊体だ。ポルターガイストと呼ぶ人間も多い。そう、創造し霊という意味さ。こうやって物理的な力も発揮できる。中学生のあいつに恐怖新聞を送り続けて
若いうちに取り殺そうとしていた。というのはな、この中学生は実は潜在的に大変な霊能力を持っているのだ。もしその霊能力が発現すれば、俺たちはひとたまりもなく片付けられちまう。そこで俺たちはまだ何も自覚していない今のうちに死に追い込もうとしていたわけさ。それも自殺がいい。そうすれば転生には数千年もかかるからな。そしていいところまで来たんだが、あの前日俺は大失敗をやらかした。あの中学生に配達する恐怖新聞をお前に届けちまったのさ。恐怖新聞を読んだお前はあの事故が起こる現場に出向いて自分からいざこざに巻き込まれやがった。本当は中学生のあいつが自暴自棄であの車に飛び込んで自殺するところだった。お前のせいで、お前のせいで。お前もうすうす気づいているだろう。あの事故、そして土手を転げ落ちた時の霊的衝撃で信じられんことが起きた。お前の霊魂がお前の肉体から一度飛び出し、中学生のその体に飛び込んだのだ。お前の霊魂はお前の体から抜けてこの中学生の方に飛び込んでいるから、お前の肉体は今はいわば抜け殻に過ぎ、あの事故現場で自爆霊になっている。俺はな、近いうちお前の肉体を滅ぼすつもりだ。恐怖新聞でな。そうだろう。もしまた何かの拍子にお前の霊魂が元の体に戻り自爆霊になっているあの中学生の霊魂がその肉体に戻ったら、事態は振り出しに戻っちまう。だから今のうちにその肉体の方を滅ぼしておけば、あの中学生の霊魂は帰る場所はなくなるってわけだ。そうだな、恐怖新聞を間違って配達したのが仲間に知られたら、それはそれで俺のメンツが潰れる。よし、しばらくそのままにしておいてやる。いいか、しかしよく聞くのだ。そのままこの病院を退院したら、中学生のあいつのふりを続けろ。そう約束するなら、しばらくはお前を生かしておいてやってもいいぞ。ただし、俺を除霊しようとしたりするなよ。そうしたら俺はお前を容赦せんぞ。お前の霊体を無理やり引きずり出してズタズタに刻んで食ってやるし、お前の元々の肉体もズタズタに刻んで食ってやる。そうだ、お前のところへはこれまで通り恐怖新聞を俺が届けてやる。そしてその度に命が100日ずつ縮まっていくのだ。そうやって初めの予定通り恐怖新聞を使ってその肉体を滅ぼすとしよう。そうやって
真綿で首を絞めるようにして殺す方が楽しそうだからな。皆さんこんばんは。さて、皆さんにはあの霊が見えていますか？え？見えている？そう、それはよかった。世の中には一部に霊を信じない人もいて困るんですよ。この現実世界にはそれこそ無数の霊魂が存在しています。あなたの後ろにも守護霊や支配霊が必ずついています。そしてあなたの思考や行動の3分の1ほどは霊の影響下にあるのです。でも不安に思うことはありません。普通に生きていけば平気です。私たちの住んでいるこの地球上には科学では説明のできない不思議なこと、恐ろしい出来事がたくさん起きています。幽霊、霊魂、心霊現象、奇跡、今君たちの住んでいるこの町に、あなたの住んでいるこの村にも、恐ろしい話、不思議な話、そしてまた不思議な力を持った人がたくさんいます。さあ、あなたはもう巻き込まれてしまいました。これから起こる物語から逃げないでください。え？ああ、紹介が遅れました。僕は木形霊、木形霊というものです。因縁により案内役を務めます。さあ、始まります。恐怖の旅に出かけましょう。